11日の台湾総統選で現職の蔡英文総統が台湾史上最多得票で圧勝し、再選を果たしました。与党民進党と最大野党の国民党の間で揺れ動いていた台湾中部で、民進党が勝利を収めたことと、初めて投票に参加した多くの若者の票が、蔡英文総統圧勝の重要な要因となりました。総統選が行われた11日、午後4時に投票が締め切られ、開票が始まりました。民進党の蔡英文総統が国民党の韓国瑜氏を破り、817万票の史上最多得票で再選を果たしました。選挙本部前では多くの若い支持者らが旗を振り、喜びに沸きました。2020年総統選挙は有権者数1913万人のうち、20歳から29歳までの若者が311万人を占めています。うち今回初めて投票した人が118万人で、全体の 6% を占めています。去年那个选举是地方选举。台湾选民呢用支持韩国瑜的方式来对蔡英文执政期间的一些所谓的改革结构性议题呢表达抗议。可是到了总统选举的时候，韩国瑜现象没有像以前那么有威力。为什么？因为这个时候选举主轴变成国家安全、主权地位的维护，以及变成进一步解读为亲中亲美的一个选择。2018年の統一地方選挙では民進党が大敗し、高雄市長に当選した国民党の韓国瑜氏が話題となり、韓流ブームが巻き起こりました。しかし、2019年になると、香港で逃亡犯条例改正案反対デモに端を発した抗議活動が続き、自由と民主主義のために戦う香港人が中国共産党に抑圧される姿が、台湾の人々に大きな教訓を与えました。さらに11月には中国の元工作員王立強氏が宗教がいかに台湾社会に浸透し選挙に介入しているかについて暴露し、台湾社会が揺れ動きました。これらの事件は台湾の若者たちが投票場に足を運んだ決定的な要因となりました。原来民进党这时候所说的你如果把票投给国民党等于支持共产党，这个说法好像有道理，因为国民党完完全全就没有表现出任何的对于香港问题的这个坚定的立场，那一定会出现这样的一个选举结果，也一定会激发对于台湾的未来、台湾的自由、台湾的民主抱持着相当的自豪感和关心的年轻人，他们对于这个自身未来的一个关注。これまで台湾では北部は国民党、南部は民進党の支持層が厚いとされてきました。中部の台中、彰化、南投はどちらの候補が勝つかわからない揺れ動く地域とされていましたが、今回の総統選挙で民進党陣営は中部で155万票を獲得し、国民党陣営の107万票に対し48万票上回りました。台湾的地理位置就在这里。你无论怎么逃避，你面对一个好蛮横的中共，你是无法跟他讲道理的。今天国民党的整个问题啊，它的根本原因，它今天已经变成逢中必软。我觉得这个才是最重要的原因。台湾の今回の選挙結果は宗教にノーと言い、宗教に立ち向かう台湾人の姿勢を国際社会に明確に伝えました。NTD ジャパンがお伝えしました。加油！